はい、こんにちは、こんばんは、シャです。今回はですね、まあ、保守についてね、ちょっと話していこうかなと。どの保守ね、まあ、結局使ったらいいのかというご質問、ご要望、リクエストというものが、まあ、多々あったのでね、まあ、ちょっと話していこうかなと思います。お知らせ見ていきましょう。お知らせはね、メンテナンスが今日、1時から3時で終了しまして、アップデート、まあ、来ましたと。なんかリアルタイム体制のね、追加のアップデートだったらしくて、まあ、それが終わりました。まあ、あとね、話すことといえば、対決カーニバルが残り3日間と、必ずね、累計は終わらせてください。またね、3日後滝生放送したいと思うんでね、暇な方は見に来てください。まあ、選手画面に来まして、一体ね、どの捕手使ったらいいんやと。リーグオーダー、リアタイ4位、まあ、リーグオーダー4位とリアタイ4位はね、ちょっと違うんで、まあ、そこね、分けながら、説明していきたいなと思います。まあ、西武ですね、2名の捕手がいるんですけれども、まあ、正捕手、西武の正捕手と言われる森さんで紹介していきましょう。森さんで一番言いたいことは、現役最強捕手でございます。捕手 C のコス2ジャッジ、弾道がパワーヒッター、ミートから80、75、71、見てください、ステータス。まあ、言い方が悪いんですけど、捕手って言えばね、なんか打たないというイメージあるんですけど、捕手でミートが80、打率首位打者と。まあ、そしてですね、捕手でリーグオーダー入れるには、どういうステータスの人が入れたらいいのかっていうね、まあ、ご質問、ご要望、リクエスト多々あったので、ご説明していきます。リーグオーダーに入れる捕手としては、最低限ミートが A、もしくはパワーが A、もしくは A、ミーパ、同値の選手をね、まあ、捕手としては入れてほしいかなと。裏捨てもね、重要なんですけれども、裏捨てよりやはりね、コンボ重視で、まあ、考えていきたいんで、ミート A かパワー A、もしくは同値の選手の星を、まあ、入れてほしいかなと、リーグオーダーには。まあ、見てもらえば森選手はミート A 行ってるんで、入れる価値はもう大にある。だが、裏捨て見ていきましょう。裏捨てね、補給43、スローイング70、肩70、補修適正が C と。他の星に比べると、裏捨てはね、ちょっとだいぶ下がるんですよ。何回も何回もちょっと重要なんで話すんですけれども、やっぱりリーグオーダーに入れるなら、表のステータスで考えた方がいいのかなと。続きまして、ソフトバンクの正捕手、カイさん見ていきましょう。カイさんはですね、西武の森さんと比べると、表のステータスはそんなに高くありません。捕手 B のコスト26、弾道が中弾道、ミートが60、70、74、しかも総力型。総力型っていうのは、まあ、リーグオーダーで使いにくい。なぜならコンボっていうのがね、全然合わないわけよ。まあ、大体コンボは、ミート型、パワー型、ミート A のコンボ、パワー A のコンボっていうのがね、出すのが主流になっているんで。まあ、西武の、ね、森さんと比べますと、補給が58、スローイング81、肩94、捕手適正が B と。さっきの、ね、西武の森さんと比べますと、補給が58、スローイング81、肩94と。裏捨てはね、めちゃめちゃ高いんですよ。だからね、裏捨て高いんやったら、別に甲斐さんでもいいんじゃないのかなと。まあ、さっきも言った通り、表のステータスのコンボの方が重要なんで、そちらをね、優先してもらえればなと。で、甲斐さんがね、重要になってくるのは、リアルタイム対戦なんですよ。リアルタイム対戦っていうのは、まあ、盗塁機能があって、リーグオーダーのね、盗塁阻止率ってあんまよくわからないよね。ゲーム、なんか、ランダムになるんで。目先でわかるのが、リアルタイム対戦、盗塁阻止できる型を持ってるのか、補給、スローイングがあるのか、登録 A の人が登録してもさせるのかというのが一番重要なんで、リアルタイム対戦は。まあ、リアルタイム対戦で使うなら、甲斐選手が一番なのかなと。現役でよね。現役で使うなら、甲斐選手はリアルタイム対戦専用選手では思う。まあ、純正の方は、甲斐選手を捕手でして使えますけれども。僕のはですね、まあ、2人ぐらいしか持ってないね。甲斐選手と中日のね、誰だか忘れたけど持ってた徳の強肩と。まあ、楽天にはね、捕手が3人いるんですけれども、S ランクの捕手、島さん見ていきましょう。捕手適正 C のコス25、弾道低弾道、ミートが53、60、67と、守備適正は補給37、52、58。まあ、島さんをね、捕手で使うかって言ったらちょっと難しいよね、ゲーム的ステータスに考えれば。ステータスもちょっと低い、まあ、さらに低弾道。で、裏捨てもね、見てみる限り、ゲーム的ステータスにはちょっと劣っているかなと。純正作ってる方はね、楽天島さんは必須なんですけれども、やはり TS 出たんでそっちを取ってもらうのもありっちゃありだと。続きまして、ロッテの捕手に行きたいんですよ。OB はね、今は除外させていただきます。ロッテは田村選手、捕手 B のコス26、弾道が低難度、ミートが61、62、61と、田村さんね、2年前がめちゃめちゃ強かった。全部スーパー同士。前述でも言った通り、タイプ3のね、3型なんで、田村選手は捕手として使えます。裏捨て見るとね、そんなに別に悪くはないんでね、補給50、70、肩68と補修72。リアルタイム対戦使うのはちょっと難しいけれども、リーグオーダー4としては全然入ってきます。
続きまして日本ハムファイターズの捕手見ていきましょう。日本ハムファイターズ捕手シーノコス26、弾道が中弾道、ミートから59、64、63、ステータスパワー型いってるんですけれども、3タイプ型には入ってないんでちょっと厳しいかなと。裏捨てを見ますと補給66、56、76、特殊的なね、肩80いってるようなまだしも76という数字なんで、まあ、やはりオリックスに来まして、オリックスはですね、若月捕手が来ましたと。捕手 B 残す25、弾道低弾道、見たら54、56、60、まあ、補修ステータスは補給65、62、86、補給適性が B なんですけれども、まあこれの上位互換といえばやはり海さん。続きましてセリーグの補修小林さん見ていきましょう。まあ、小林さんはね、なんて言っても世界の小林。補修 B 残すと25、弾道低弾道、見たら62、58、55と。これはですね、甲斐さんと並ぶぐらいのね、裏捨ての強さなんで、捕球61、スローイング86、肩88、捕球適正が72と。まあ、これはですね、やっぱりリアタイ4位かなと。私もね、リアルタイム対戦4位で使ってるんですけども、まあ、リーグオーダーでも私使ってるんですけれども、まあ、その使える条件がね、めちゃめちゃ難しいんよ。まあ、さっきの3タイプの条件に合ってないですけど、ミート型である。で、そのね、小林さんを使うにはどういう条件がいるかというと、ミパ同値の方が4名か3名はいるんですよ。ミパ同値があっての小林さんなんで、まあ、普通に入れるなら、西武の森さんであるかなと。続きまして横浜ベイスターズの捕手見ていきましょう。捕手 C のゴッソ26、弾道が低弾道、ミートが63、70、67と。まあ、捕手適正で言えば捕手 C の44、46、69、適正的には低いかなと。ゲーム的ステータスで言えばやはり上には上がいると。まあ、伊藤光さんはね、オリックスの TS 枠出てるんで、まあ、そちらとってもいいのではないのかなと。阪神タイガースの捕手見ていきましょう。阪神タイガースは梅野選手と、捕手 B のコス27、弾道が中弾道、ミートが65、69、60、69、69、同値やんけとね、まあ言う方もいるんですけども、総力の同値っていうのはね、あんまり使いにくい。それやったらミートパワーの同値でね、コンボを出してほしいと。で、梅野選手ね、裏捨てめちゃめちゃいいんですよ。80、75、81。この梅野選手の使い方は、まあ、さっきと言った通り、小林選手ね、ミパ同値の選手が3名以上あっての、まあ、梅野選手かなと。まあ、これはですね、最高峰の考え方、リーグオーダーを最強にするための考え方で、まあ、普通に梅野選手を、まあ、パワー型としてね、使うこともできます。カープ見ていきましょう。カープはですね、相澤選手、タイプ3型のミパ同値型、星のコス2では弾道が高弾道、74、74、60と。まあ、裏捨てはですね、そんなに高くはないんですけれども、タイプ3型なんで、まあ、入れる価値はあるかなと。中日見ていきます。中日の捕手は加藤選手、捕手リノコス25、弾道が低弾道、ミートが53、56、69と。まあ、加藤選手は捕手39、54、肩90なんですけれども、スローイングがちょっと低い。まあ、それやったら解散使いますと。ヤクルトスワローズの捕手見ていきましょう。中村選手、捕手 B のコス26、弾道低弾道、ミートが67、60、69。前までは総力型だって使いにくかったんですけれども、ミート型になったことによって、小林選手、梅野選手、中村選手の3選手はミパ同値の選手3人入れれば、まあ、いいリーグオーダーコンボ的に作れるのではないのかなと。まあ、裏捨てもね、めちゃめちゃいいんです。60、64、肩80。中村選手めちゃめちゃ強いね。まあ、現役捕手をまとめますと、ダントツ1位が森選手、まあ、リアタイ要因としては甲斐選手で、残る3名の選手はミパ同値を入れれば最高峰にできる。まあ、普通にも入れてもいい梅野選手、小林選手、中村選手と、まあ、こういう感じでまとめました。続きまして保証 OB 軽くパッパッと紹介してみましょう。保証 OB は誰が来てもね、強いんで、まあ、城島選手見てもらえれば分かる通り、ミパ同値、なおかつ AA、まあ、裏捨てもね、めちゃめちゃいいんで、もう最強と言っては過言はない。まあ、やはりね、星は OB と言われるぐらい強いね。こちら、阪神の田淵選手、星 B のコス26、弾道アーチスト、ミートが76、83、53、まあ、ステータス的のベリーグー。だ、星ステータスは54、63、88ですけれども、パワー型、なおかつアーチストと。こちらね、2017年に出ました野村選手、捕手 B のコス25、弾道アーティスト、ミートが78、86、54もステータス完璧、裏捨ても完璧と。やはり強いね。やはりですね、最強捕手といえば、このお方、まあ、OB 第4弾が第5弾あたりではね、必ず来るのではないかと。
保守 A のコス25、弾道中弾道ミートから80、78、67、ステータス完璧。まあ、裏捨てはね、バケモン級です。78、85、94。保守適正が89と。やはり保守最強といえば、まあ、古田さんなのがね、もう一番ね、追い求めるなら、まあ、古田さんを取るべきなんですけども、やはりお金とね、何やらかんやら かかるんで、まあ、さっきまとめた現役5選手の人たちの保守をね、使う方がいいんじゃないのかなということで、今回は以上。